中国で人気のレモンティーを飲みたいと思います。ここのお店は、アヒルちゃんがもらえることで有名です。結構いろんなところにあるよね、このお店。レモンティー屋さんにジュースを飲みに来ております。ここはこの黄色いアヒルちゃんたちが目印。めっちゃうるさい。なんかすごい出してきてる。できる。もらえるかな。野菜レモンティーとかいちごティーとかありますね。今冬だからあったかいのが人気なのかな。これなんだろう。あ、ココナッツか。ココナッツと紫芋。私ヨーグルト開けるのプロだから思うんでしたい。はい、これは何ティーでしょうか。サオメイ。サオメイでしょ。うん、いちご。そうですね、いちごティーに。いちごとレモンの味する。いちごだけ。いちごといちごティー。いちごとメロン。メロンじゃない、レモン。レモン。あー、そうなんだ。レモンの緑色のやつ。あー、ライムみたいな。うん、ライム。潰してあるね、いちごがね。そしてミャン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 、これもらいました。なんかね、いつも1杯につき1匹もらえるんだけど、なんか今日は子供が一緒だったからか、浮き輪も一緒にプレゼントしてくれました。あ、いっぱい飾ってあります。モアンヌファミリーは中国の日常を配信しています。この動画が楽しかった人はチャンネル登録よろしくお願いします。